やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアルギーの浜です。現在2024年の7月6日土曜23時33分になるとしますね。はい、新番組天水の桜姫1話 D アニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ライトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、世界丸見え、テレビ特捜部、痛快明石家、電子内などテレビ30本以上出演。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターをやってます。リアクター的には多分投稿本数が日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の皆さん、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。では行きます。アニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告が入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ということで、お願いいたします。あ、画質下げないか。はい、ちょっとあの UFO をね見るときは画質を最高にしてるもんで、いきます。3、2、1、スタート。ちょっと夕方に UFO 見とったもんで、大空直美さんですからね。これ大西沙織さんかな。あ、さ、ホームページ出しとこう。天水の桜姫。小されみたいなやつやん。スバペさんや。勝つ。裏切り者のてめえ、めっちゃバカしてるやん。すごいライダーキックやったな。あ、オープニングや。原作エイデルワイス言うんや。
れさっきの石丸やときかとかは仲間になるっぽいな。花田十喜さんやないか。生き物係かなこれ。そうやね。とか PA バグっすか。あれお仕事アニメやったっけこれって。頂の世の桜姫、桜メモワールを思い出すな。引きこもり吸血鬼のモモンね。雨の浮き橋。カムヒツキ様。ああこれかオープニングのねチンカレンや引きこもりね。顎長。米粒かな今の。
豊花様ね。あ、親の財産なんや。寝とる。なるほど、親のまあすねかじり。あいつかな、あの落とされたやつかな。ああ違うわ。外国人。ほんで一緒に落ちるのかな。空いてるやん。生米を食う。あ、米の何て書いてある、保管か。秋に収穫した米は1年間の人早いわ。
どこ語や。鬼島。なんということだ。島流しの経過。いいなあ、大空直美さんのこういうのほんま好き。キャラクター表出すか。なんたら五郎左衛門。なるほどね。親の気持ちを分かれと。いくらちゃんみたいな「はい」って言ってる子は何歳なんや。
おぼろ雑誌。登場人物、まあ後で見るか。心は、これ大西沙織さんかな。むちゃくちゃ聞いたことある声やん。あ、鬼怒川里香さん。ほう。夕霧やね。ゾンビランド坂の。ちょっと後でもう一回キャストを目指します。リトルグリーモンスター一曲も知らんな。第2話、日の江島に住まう。あんなところに次回予告入ってくるのか。なんか、はい、なんか あのタイミングに次回予告入ってくるのって、去年の秋アニメのデコボコ魔女の親子事情みたいな。この辺かな。たまじいが、なるみ、なんていうの、これ、達筆すぎて読めへんな、これ。で、ひ、あれ、田植えもんか。あの、でかい男ね。矢野龍太さんっていうのかな。あ、全然、あ、小川さんいるね。ゆいはどいつや。ちっちゃいなまってた子かな。
金太があの生意気な少年かな。うん、あれ石丸って最初に、あれ諏訪部さんがまだ全然ちゃうやん。亀山読めへんな、達筆すぎて。ユージって読むかなこれ。はい、まあまあ、PV 見ておもろそうやなと思いましたけれども、まあこの桜姫という、まあ、神様ですか、北条神って言ったっけ、北条神やから、北条やから、まあ、実りの神みたいなことかが、まあまあ住まってるのが、何の世って言ったっけ、頂きの世か、で麓の世ね、頂きの世と麓の世、麓の世が人間か、頂きの世が神の、領域であると。でまあまあそこの、なんたらの橋だっけ、浮世の橋ってさっき飛ばしてもんだけども、そこに入ってきてしまったこの日、どれや、これか、あれ最初のやつも乗ってるな、田植えもんか、なんちょっとなんか長い名前やったな。でこの最初にの喧嘩してたこれは石丸、ああこれ山賊なんやね、うん、はい、がまあまあ喧嘩というか、その何たらの橋の上でしてたところに、まあ桜姫が現れて、まあ子供扱い、子供と思われたからってことで、まあ綺麗なライダーキックで石丸を突き落としたということで、この先は頂きの神の領域から入ってくんだよということを、言ったものの、まあ入ってきてもらったと。でカムヒツキ様、小日向美和さんっていうか初めて聞くな。でカムヒツキ様って下から2番目ないな。でにとりあえず献上品が多分何立派なものほどなんかそのいい生活できるっていうような感覚でいいんかな。ほんでいい部屋を用意されたね、寝返り乱暴打っても落ちひんぞみたいな言ってたけどね、落ちひんじゃないぶつからへんなみたいなこと言ってたけどね。でまあまあそこに心は姫、いや一緒に住んでないかやけど、その桜姫の、親父とおかんが作った米の、まあ、備蓄があるってことで、まあ、親のすねかじり的なもので、まあ、毎年その、優遇されてきたっていうことね。まあそんな中で4人が、4人かな5人か、田植えもんとミルテ、ミルテが誰、金太由衣貝丸、ミルテが誰、ミルテはあの外国人かな、あれどれや、ああいたいたいた、ああそうやね、久保田ひかるさん知らんな。東方の国ヤナトからはるか遠くベンタニアから訪れた宣教師団の女性、あここは今ヤナトっていう国なんやね、はるか遠いベンタニアってとこから来たと。聖職者であると同時に医師であり学者でもある、料理が得意で万物に関心を抱く、まあ何でも メモ取ってたもんね、医者で学者でむちゃくちゃ賢いやん。でまあまあいろいろメモ取ったわけやね。がまあ入ってきてもらって、あのまあその神ひつき様にあれ備えた米が備蓄されてた倉庫かな、あれをまあ桜姫が燃やしてもらったということで、まあ島流しの刑になったって感じやね。でその鬼島っていうところで桜姫の両親は米を育ててたということで、行方不明、そうちっちゃい時に行方不明になった言うてたかな。うん、だからまあ心は姫からすると、いやいや今がもう探しに行くという機会やろうということで、まあまあ引きずり出したわけではないけどね。うん、だからなんかね、米作りプラス、まあ鬼退治プラス両親探しというね、なんともこう、うん、忙しいアニメになりそうな気しますな。まあPV 見た感じ面白そうやったんで、まあこれは楽しんでいきたいと思います。で多分その両親出てくる時にはもしかしたら泣けるんじゃないかなって思いますね。やっぱこの大空の海さんのこのねテンションのキャラ好きです。宇崎ちゃん、ジャヒー様ね、はい、まあまあ楽しみですね。はい、以上、天水の桜姫1話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介するんで興味のない方はここで切ってください。
はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めに伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で約4年5ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知ってぜひ応援をしていただきたいので、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録応援もお願いいたします。はい、そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますので、ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートした今日で1562日目ですね。日付が変わったんで長いです。ただこのチャンネルはもっと長い、2009年の4月の24日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクションの動画を自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、もう正直しんどい、やめたい、ずーっと言ってます。それでもなおやればできる諦めない伝えたい、そう思って一日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラドゲニハマーでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。